本当にいつきちゃんなんだ。うわ、そうだ、私が呼んできてあげるよ。待て、余計なお世話だ。自分のことは自分で何とかする。ガリベン君のくせに男らしいこと言うじゃん。困ったらこの市川お姉さんに相談するんだぞ。おい。ん？あら。なんか君が私たちの先生とはね。それでいつきちゃんを。いいから。さあ、見回り行くぞ。ああ、ダメダメ。服着てないから照れる。なんでだよ。ほら、浴衣は本当に下着を着ないのか興味ない。それは昔の話ね。知ってる。本当にそうかな。いちか、なんて冗談です。悪質極まりない犯行にこいつの今後の出入り禁止を要求します。それはいくらなんでも大変けしからんですな。一花、俺は忘れ物を取りに。ドーン。裁判長。ハグだけで友達超えちゃうのはさすがに早いかな。そうじゃなくて、俺はただの雇われ教師だ。それさえなければお前たちと接することもなかっただろう。そんな関係を友達というには違和感が。何それ、めんどくさ。え、いや、おはー。ん、おっす。あれ、冬服へのコメントなし。朝から何の用だよ。一緒に投稿しようと思って。お前は妙に目立つから嫌なんだ。電話は繋がらない。お前、なんで仕事抜け出してきたんだよ。言いたくない。どうやら風太郎くんとは友達じゃないらしいし。そう言ったか。女優こんな感じですか。いつだろうな。でもすっきりした。いちかちゃんが二人若手女優、カメラで撮る仕事って、そっち。そんなに根詰めなくていいんじゃない。中間試験で退学になるわけじゃないんだし。私たちも頑張るからさ、じっくり付き合ってよ。先生、あなたが先生でよかった。あなたの生徒でよかった。風太郎くん、私うっかり筆箱忘れちゃった。いちか、書くものなら私がたくさん。私たちで先に始めてるから、忘れ物取ってきてくれる？とりあえず役勝ち取ってくるよ。おい。その作り笑いをやめろ。ほぼ同時に生まれた5つ子には関係ないと思ってたんだが、ちゃんと長女してんな。何この手。お前がやった方がいいって言ったんだろ。寒いかな。演技の才能ないんじゃね。わお、直球だね。言っておくが、その方が俺にとって好都合だ。寄り道せずに勉強に専念してくれるからな。寄り道なんかじゃない、これが私の目指してる道だよ。それじゃあ行くね。頑張って、いつかファイト。広められたくなければ、残り4人のアドレスをゲットすべし。ありがとう。
今日はお休み。